ちぼち時間だ。アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一味。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うはー、これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。ま、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロ、だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。ゾロ、サンジ、シムザップ、ナミ。終わり。俺死んだ。笑った。やっぱ生きてた。もう OK。 広場を包囲。海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。
さっさとこの町出るぞ。もう一騒動はありそうだ。あの男、死を覚悟して笑っただと。海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。裸で海賊王を使うなんてめちゃくちゃね。砲台を抑えて攻撃を止めるのよ。海賊狩りだったあなたが今度は海賊ですか。その刀、そんな名刀があなたみたいな悪党の手にあるなんて許せません。奪うのか。この刀は渡せねえんだ。私は世界中の悪党たちの手に渡った名刀を取り戻すんです。名刀和道一文字回収します。やってみな。自分の体を煙に変えられる。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。悪運尽きたな。突風だ。今のうちだ。早く
お前ら走れ。今ので広場の門が開いた。グズグズすんな。雷の次は突風だと。これが全て偶然か。まるで天があの男を生かそうとしているようだ。だが奴が何者だろうとも俺が逃がさねえ。必ず追い詰めてやるぞ。回りして奴らを待ち伏せる。バラバラに逃げた方がいいわ。メリーゴーで落ち合いましょう。この感覚もまだ。俺たちは仲間のフォローだ。全員無事に逃がすぞ。戻るの殺特大オンドフォー。ちょっゴムゴムのやつは許せねえ。叩きのめして島を出るぞ野郎ども。逃がしゃしないよ。あの男は私のもんだからね。やつと気温が下がり続けてる。それにあの子も。雷はさらにひどくなるわね。とすれば飛来針を壊していけば追っ手を妨害できるかもしれないわよ。そこのお兄さん、ちょいと助けとくれよ。いやらしい海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいお姉様。この感覚はまだ。港はそっちじゃねえぞ。うわぁ、あの魔性の女を倒すしかねえな。大統領ガガガガの殺意。行儀が悪いな、アンチマナー。ボンドフォー。余裕でいられるのも今のうちだ。Hey!
私の見込んだ男だね。こんなことしてる場合じゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。足止めになるかしら。他にも飛来針を見つけたら壊しちゃって。嵐で出航できなくなるぞ。おい、これ見ろ。なんで海軍の奴らが必死に追っかけてくるのかと思ったら。ルフィ、あんた。俺たちはお尋ね者になったぞ。3000万ベリーだってよ。見ろ、世界中に俺の後頭部が。あんたら、ことの深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。この白領の相撲か、本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。麦わらの一味、逃がしません。海軍より先にクソゴムの首を取っちまえ。
闘竜奥義でございます。横までだ、横までだ。出航の準備は私がやっとくわ。あんたたちは敵をどうにかしといて。三刀流奥義でございます。横までだ。バギー船長、雷を避けていきましょう。少し遠回りすれば安全に進めやす。ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がってるみてえじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。まあ待て、奴らは豪気な俺様ならばまっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここは奴らの裏をかいて遠回りするのも悪かね。いやあ、さっさと行くぞ野郎ども。船長、あいつら遠回りするみてえだな。内心を壊しといて正解だったぜ。正解。逃がしません。ゾロノワンゾロ。しつこいやつだな。この感覚を待つ。足を抜いて。サンドホール。何があるって。曲げられない正義がある。三刀流。この小物。行儀は悪いな、あいつらは。ポンドフォこの刀は渡せねえんだよ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。お前にはあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、ラシギ、てめえ何やってんだ。もういいから引っ込んでろ。すみません。ミッキー、サンドホー。やっぱ大族、王家のバギーがいたぞ。大変なだ、花から相手に誰の花が入っからね。あいつらが潰し合ってくれりゃ好都合だぜ。まだできねえのかな。
海賊キャプテンバギーの本気を乗ってたから。おいおいおい、ロガップはさよ、マリオ。だけは見逃してやる。手首をかかれねえように用心しとくんだな。ロガッパ、おい、ロガッパ、さよなら。お前ら、出航の準備ができたぞ。急げ急げ、ロープが持たねえ。早く乗って船出すわよ。ロガッパ、おい、ロガッパ、逃がさねえと言ったはずだ。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。何をしてかすかわからねえ。ここで必ず潰す。こいつすげえつえ。ここで捕まるわけにはいかねえ。お前ら引っ込んでろ。俺が蹴りつけてやる。どれだけ卑怯者だろ。三刀流ゴムゴムの行儀は悪いな。あの血がなボンドフォー。今だ、船を出すぞ。くそ、逃がしたか。すぐに船を出せ、浮き腹を追うぞ。ですが、船が何というか。俺に指図するな。そう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかしお前何もこんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。ブエイ、俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。いいじゃねえか。